よ。さあかかってこい。
勝負しろ。
心。言うな。まさかここでお主と会うとは。来るつもりじゃなかったさ。誰がやった。猛虎の百虎長アルタ。大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して、手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるんだ。放ってはおけない。そやつを助け、アルタンに引導を渡すぞ。宿はこっちだよ。友とは？イチっていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後には会ったか？いや、何年も無沙汰さ。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。侍？何のご用で？助けに参った。来てはダメです。見つかってしまう。位置を探してる宿の世話人だ。知っておるか。誰か来てくれ。大変だ。来るぞ。どうか一、生きてたんだ。何用なのさ。助けに来たんだよ。私を死なす機会。せっかく猛虎どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる。まさか奴らに仕えてるの。死にたくないんだ。どうして戦わないのさ。私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか。誰にも知られてないんだ。あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、奴の懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな。よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。何か分かった？イチ曰く、アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば？アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟。知っておるのだろう。イチから聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。
たね。まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる？私とタカはここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ？ずっと昔さ、どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。吉蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、泰蔵の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。アルタンを釣り出すぞ。行こうか。どうしてこんな。見せしめだ。逃亡を図る者らへの。マムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ。これ以上は。もうやだ。戻りたくない。死はせぬ。待っておれ。俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。タカと私たちが受けた傷、水をくれと言っただけで、わけもなく殺された全ての下人のために、そして私のためにも。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び、寝首をかく。クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。行って。ジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。兵がいるんだ。街道を全て抑えれば物資を奪い放題だな。そんな、これまでの罪の報いだ。
残り二人か。手早く働き、もう子供が腹を鳴らして待ってるんだぞ。これ以上飯の支度が遅れたら他のもんを食わせなきゃな。地図って女覚えてるか。あいつの骨は取りにくれてやった。だがあれだけの肉は誰の腹の中に行ったんだろうな。首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。あと一人だ。地獄に落ちよ。この首もらうぞ。こやつで最後。ユナの元へ戻るとするか。今少しだけ辛抱してくれ。下人はもう生まれない。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。私に任せて。あいつら一目散に逃げていったね。アルタンに知らせるだろう。もう一人いるんだ。皆を集落にさらってきた男、黒犬。ならば切るまでアルタンの一味は生かしておけん。きっと黒犬は海沿いにいる。あいつの野営があるんだ。そこで会おう。
誰かと浸かりたいものだ。のぼせたかな。それは人形だよ。血に染まってる。黒犬は子供までさらうのか。ああ、そしてマムシの兄弟に売るんだ。どこに売る。この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった。でもできなかった。力を貸すぞ。野営に攻め入り、引きずり出してやろう。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すればアルタンも震え上がるだろう。行こう。モーコだ。見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。見知った地なのか。槍川を出た後、高と来たんだ。かくまってもらえると信じてね。尻尾を巻いて逃げたな。絶対に逃がさない。待て、船が沖に出ておる。あの中だ。
どこに行った？猛虎の悲鳴で呼び出す。何か思い違いをしておるな。全てアルタンの命だ。子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私と弟の鷹を捕らえてマムシの集落に撃ったじゃないか。鷹、あれは可愛い子だったな。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだぞ。知っていればユナ、お主が切れ。怪我はないか？早く船を降りて。もうやぞ。アルタンも我らのことに気づき、動かざるを得まい。ジン、黒犬が言ってたこと本当なんだ？なんだと？あいつとは大綱であって、飯と寝床をやるって言われたから。タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って。赤は起きなかったけど、私は見てた。あいつを殺せば赤を救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。少し休みたい。宿に戻るよ。後で会おう。
何事だ。アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。クシの境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから。約束だ。約束なんて信じられないね。あんたのことも。馬のところに行こう。罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。位置と会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも位置の案。位置が選んだことだ。借りではない。まだ続きがある。三人で逃げようって約束して一斉に走り出した矢先に一が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。なぜ助けなかったのだ。あの時は子供だよ。殺されるのはオチだ。化け物に立ち向かい勝つ子供もおるぞ。私はあの日から毎日のように悔やんでる。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すらわからんぞ。どこかに隠れてるかもね。
تر به شوچ تدن نسوخت پای اوه اونو که چه هرتا یکو تن نگه مدلسو ها یا چه توسلی تیمه حلطانه Here! چهارو アルタン! いつまで逃げて回るつもりだ! ジン! 誰か来る! あいつだ! アルタン 手下を引き連れやがって。アルタ、数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうした? クロードとなって殺してもいいというのか。龍蔵がこちらに着いたのもよくわかるわ。黙れ。ざれ言はしまいだ。<音声>
前も生き残るのに必死の。それにしてはなぜ総務同類を毛嫌いする。俺は平和のために人を殺す。お前はただの人殺しだ。嘘を重ねるな、欺瞞の化身め。アルタンを殺してもクロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見る？ただの化け物。あんたらはよくやったと思う。さよならユナ。イチの言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らがいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。
げる。手に入りにくいものが揃ってますよ。素材が足りないようですね。また頼むぞ。またお越しください。
お侍様、お譲りいただけるものはございますか。これほどの品はありません。あなたのご分を願います。刀鍛冶をお探しですか。矢筒を新しくいたしませんか。お役に立ててください。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。磨き上げましたよ。これで我らしましょうか。まあ、素材を十分にお持ちでないようですね。これ以上は鍛えられないようです。さあ、うちの道具を見ていってください。うまく使わせてもらいましょう。では目的を。この武器にも負けません。もう鍛えられません。
守ってたんだろう。そう、それなのに志村様と酒井様は。フグは己の腕。おお、酒井、よくやったな。お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませてある。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に早馬が届いてな。石膏がハーンの下地を手に入れた。竜像に当てたものだ。菅笠潮が我が陣に攻め入るようだ。竜像は今どこに？この近く、高野山。お前が行かずとも良いのだぞ。かつての友です。私が切らねば。では任せよう。こちらは戦支度を済ませておく。ユナもクリアも知れぬな。全部は無理だからね。何を置いてきゃいい？いろんなもんだよ。火事の道具は本土で買おう。行くのか？志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。今一度力を借りたい。竜像が高野山砦に潜んでおる。無理だ。悪く思わないで。こればっかりは頼みを聞けない。腹を空かせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。棒には触れない。急に立たずとも竜像を撃ってから出立すればよかろう。これはあんたの戦だろう。巻き込むな。
私はタカと新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも酒井様。ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。夜影に紛れて一人で撃つさ。Come on!
高野山砦で裏切り者の住処。砦を探るか。さばっておる。酒井様、お待ちを。しっ、見つかるぞ。お一人では無謀です。姉さんが行かないならせめて俺が。これは戦なのだぞ。共に立ち上がり島を守ろうと誓ったではありませんか。でしょう、クロード様。猛虎とは戦わせぬぞ。もし何かあれば。ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょう。分かった。ただし追われたら直ちに本陣に逃げ込め。決してしくじりません。ではそろそろ行くぞ。こっちだ。ついてこい、汚いのライルども。志村様に所在を告げてやる。만도좋아저걸아가스나스발쓰는데브라시그로우안카르타모로트라이치저거들었어북대근사모트라이다카요크였다부지니진마데모도레竜像はおらぬ。おそらく門の向こうか。내희생훈우후히어스토이저내래아말사한던자가나무사모라이야말내경하르고핸하르고즈벤핸드벤하노이여츠도스렉문베스탄핸하르사쿨타쟤Yeah!
雄三。待ってたんだぜ。なぜ来たか分かるな。ああ、居所はあえて漏らしたからな。ハーンと会ってくれ。聞く耳は持たん。よくも裏切ったな。島を守りたくないのか。切り合う意味なんてないんだぞ。いや龍蔵、意味はある。坂井様、坂井様、目を開けてください。タカ、なぜだ。あまりに遅いので何かあったかと思い助けに来たんですが、見つかってまずい、逃げなければ。ここで死ぬんでしょうか。諦めてはならん、縄をほどけ。少しでも緩まれば。父の酒だ、我が相場のな。昨日足を折ったゆえ兵に食わせてやった。情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロウドだ。下るよう民を説き伏せろ。さすれば兵を引く。己に従う気はない。その言葉、志村からも聞いた。戦が終わるというのに。もうこの傀儡にはならぬ。誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さ、よくわかる。英雄となるべき我らがその機会すら得られぬ。クロードは英雄だ。聞いたか。民は己に従う。なぜ救ってやらんのだ。同士討ちをさせる気か、龍蔵のように。だが無駄だ。さすがはクロウド。こやつの身は案じておらぬか。殺せ、逃がしてやる。選ばせてやる。今度は過つなよ。
してやる。
きハンと龍蔵を見かけた。タカはどこ？いるんだろ。あんたを追うって文があったんだ。どこなの？なんで？嘘だ！タカ！ユナ、待て！タカ！なんで行っちまったのさ？私に黙って！憧れてたからだ。どうしてついて行かせた？戻るよう言ったが、どうしてもと聞かず。この子らしい。置いてけない。私は終わりだ。あとは龍蔵殺してやる。ハーンも今は次に備えよう。タカを埋めなくちゃ。
手伝おう。タカを巻き込む気はなかった。すまぬ。いい暮らしをさせてやるって誓ったのに。悪いのは私、あんたじゃない。違う。ハーンや竜蔵、島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。タカの仇を討つぞ。島を出る理由はもうない。いくあてもやることも。だから残る。戦うよ。まずは本陣に戻り、しばし休め。後で会おう。タカの最後どうだった？モノノフであったぞ。Thank you.
Mm-hmm.